2022メメントモリ今を生きる音川みね子 in 安城開演です。まずは前作翼の向こうのカップリングナンバー、本日のオープニングにふさわしい夢のステージで颯爽の登場です。皆様拍手が少ないようです。月の光を浴びて踊る女は怪しい日々とか灼熱の肌指がまさぐる死ぬほど楽しい夢の夜もっとキスをしてもっと溺れたい熱く熱く溶かして夜の夜の果てまで恋に落ちましょう嘘をまとってアダムとイブの夢のステージささやき頬で受けて女は切ない恋叫びとかシルクまとえば誘う星空悲しいメロディ抱きしめてもっと愛の渦甘く甘く溶かして夜の夜の果てまで会場にですね200人集めなきゃって最初本当に200人ってね口に出したもののねちょっと恐ろしい数かなって思ったんですけどなんと199人。いやいやでも本当にありがとうございます。3回目のディナーショーなんですけれども本当に皆さんのね大きな声援によって音川みね子66歳でこんなに頑張っておりますので今後ともよろしくお願いします。で最後までですねお付き合いの方よろしくお願いいたします。で今歌わせていただいた歌は、夢のステージ、これはね第2弾の翼の向こうっていうあの歌 の, あのカップリング曲なんですけれどもね、どうでした？ちょっと慣れないダンスを踊ってしまったんですけれどもね、やぼったくなかったですかね。
よかった、はい、それでは私 の、 あの大好きな、デビュー曲でございます。大事な大事な一曲でございます。夢ワルツ大阪、聴いてください。そして続けて恋しくても歌わせていただきます。踊るんですね、お酒を失えば無事になる、涙を流せば辛い、生涯忘れぬデビュー作です。夢ワルツ大阪。七色の虹が川面に移りゆく、別れて死んだ恋心、あなたが恋しよう、二人の想い出めっちゃ多すぎて、心ギリギリ心引きずり、女になるよ大阪は、届かない、儚いものね恋なんて、あなたは夢の人、淀川流れば映る月、あなたを思う熱い心の炎は永遠に続くもの、この胸のときめきは誰にも止めることはできない。デビューカップリングナンバーです。恋しくて、恋しくて、恋しくてあなたが心に住み着いた、愛しくて愛しくて
あなたに弾ける花のように髪を溶かして紅を引いてもすべてあなた息ができない もう戻れないあなたが好きよ髪を溶かして紅を引いてもすべてあなた息ができない恋に生きる愛に生きるあなたに溺れてもう戻れないあなたが好きよありがとうございます。音川美奈子の大切なデビュー作を2曲メドレーにしてお届けいたしました、大変申し遅れました。改めて皆様のご案内役青空キュートでございます。どうぞよろしくお付き合いのほどありがとうございます。さて美奈子さん、美奈子さんとは初めてご一緒したのが今年の4月でございましたよね。はい、それからどうぞこちらの方にね座布団も出しませんけどお越しになってください。はい、4月にね東京初のライブでね初めてご一緒させていただいて、はい、そうなんですよね、はい、もう東京でもね、はい、もう本当にファンの方が大勢増えてまいりましてめきめき伸びてらっしゃいますよね。ありがとうございます。地元のファンの方に、ね、支えていただいているのが今日よく分かりましたよ。私すごいですよねいえいえね、はい、いろんな人の、ね、お力借りてますのでね今日はパクちゃんのねファンの方たちもねはいはいありがとうございます。遠くからねわざわざ皆さん来ていただいてます ね、 ね、はい、ところで皆さん、はい、お気づきだと思うんですけどメメントモリ、これサブタイトルが必ずついておりますがこのメメントモリってどんな意味なんですか。これははい、はい、このメメントモリっていうのは2年ぐらい前に草笛光子さんがね、はい、出てらしたその番組でちょっとヒントを得たんですがラテン語で死を意識しなさい死を思いなさいっていう言葉なんですね、はい、で私はここに今を生きるっていう言葉フレーズを出させていただいて、はい、自分のテーマはやっぱりこれだなってつくづくもう本当に私ずっとこんなに元気だったわけじゃないのでとにかく今を生きたいなってもう今この瞬間ね、はい、本当いつ命を落としてもいいってぐらい楽しんで本当に頑張ってね時を過ごしたいなって思ってこのテーマにしたんですね。ですよ。もう死を恐れることなかれとそして勝って兜の尾を締めようこんな深い意味もつながっていくんじゃないかと思うんでね、はい、今の瞬間を大切にというこれ、はい、すごい熱い人生観をお持ちの美奈子さんでございますので、ね、ぜひこの熱い歌をエンディングまで皆さんお付き合いくださいね。改めてご声援ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後までお付き合いくださいませ。さあそれでは続いてはデビュー曲が2曲続きましたので次はセカンドナンバーでございますよね。そうですね、はい、翼の向こう、はい、
音感魅力の歌唱力と個性的なボイスがマッチしたセカンドシングルです。愛する人への切ない思いを表現したコロナ禍の時代にはぴったりの作品です。翼の向こう。ああ窓の外飛ぶ鳥は無邪気に夢を見る。ああ風を受けひたすらに翼を羽ばたいて、いつ会えますか、会ってくれますか。靴音に耳を澄ませて聞き分けた。翼の向こうをお聞きいただきました。さあ美奈子さん、これからのひとときなんですけどね、実は、まあ、今年これで3回目のこちらのステージというわけなんですが、今回のために、まあ、音川美奈子新しいチャレンジ、新たなるチャレンジということで、はい、3曲準備させていただきました、はい、これはね新しいチャレンジですからね、はい、きっと初めてお聞きになるファンの方が大変だと思うんですが、そうですね、ございますよね。2曲は全く初めてですね。初めてなんですね、はい、ちょっと申告しましょうか。もう緊張バクバクもう通り過ぎてます。そうですか、なんか虫の息だったようなイメージですね、はい、さあそれでは新たなるチャレンジということで、はい、まずはこんな曲をセレクトいたしました。 I love you。愛し合う二人、されど叶わぬ恋、 I love you。 I love you。 若すぎる二人の愛には、触れられぬ秘密がある。 I love you。 今の暮らしの中ではたどり着けない
一つに重なり生きてゆく恋を夢見て傷つくだけの二人だよ。何度も愛してるって聞くお前はこの愛なしでは生きてさえ行けないと、きしむベッドの上で優しさを持ちあり、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。人と人との運命の巡り合わせ、昨日と明日、出会いと別れ、悠久の時を超え未来永劫、やがて強い絆となる、世代性別を問わず愛される名作です。糸。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかも私たちは何も知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。勝手の糸はあなた、横の糸は私に織りなす布。いつか誰かを温めうるかもしれない。この糸はあなた、この糸は私に、会うべき人に出会えることを人は幸せと呼びます。
とキャンバス他には何もない貧しい絵描きが上手に恋をした大好きなあの人にバラの花をあげたりある日街中のバラを買いました100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くしてあの蝶は真っ赤なバラの海を見てどこかのお金持ちがふざけたのだと思った小さな家とキャンバス全てを売ってバラの花貧しい絵描きは窓の下彼女を見てた100万本のバラの花をあなたはあなたはあなたは見てる窓から窓から見える広場は真っ赤な真っ赤なバラの海出会いはそれで終わり余裕は別の街へ真っ赤なバラの海は華やかな彼女の人生貧しい絵描きは孤独な日々を送ったけれどバラの思い出は心に消えなかった100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして100万本のバラの花をあなたにあなたにあなたにあげる窓から窓から見える広場を真っ赤なバラで埋め尽くして。